こんにちは。大沢チャンネル、今日のお料理は豆腐のみたらしをご紹介したいと思います。お豆腐を入れるだけでお餅がめちゃくちゃ柔らかくなりますから、いつもと一味違うお料理が楽しめますよ。タレもとっても美味しいですから、ぜひおうちのデザートにお試しください。それではお料理に入っていきましょう。まずはお水を1リットルから2リットルですね、沸かしていきましょう。お湯を沸かしている間にお団子を作っていきましょう。まずは粒々の白玉粉、これは混ざりにくいのでボウルの中に入れたらマッシャーで先に潰しておきましょう。白玉粉が細かくなりましたら、ここに上新粉、お砂糖を入れていきます。粉のものが混ざりましたら、この料理最大のポイント、お豆腐を使っていきます。全部入れずに少しずつ混ぜていってください。さあ、それではお団子がまとまってきました。今日のこの感じ、絹ごし豆腐の量は 300g になっております。あとは一口大に丸めまして、バットに並べていってください。お水じゃなくてお豆腐でまとめてることによって、お団子がめちゃくちゃ柔らかくなりますから、すっごくおすすめですよ。それではお団子の方ができました。今日の分量で35個から40個ぐらい作れると思います。お湯が沸いてきましたので、お団子を入れていきましょう。もうお鍋に入るだけ入れてしまって OK です。だいたい2回に分けて作っていくといいかなと思います。そして蓋をして、蒸気が上がったら一度中を見てみましょう。それではお鍋から湯気が上がってきましたので、ちょっと中見てみましょう。まだこの時点でお団子が沈んでおりますので、もう少し加熱しておきます。もう一度中を覗いてみましょう。じゃん、これでお団子が浮いておりましたので OK です。平たいお皿に取っていってください。ここでロイヤルクイーンのいいところですが、このお水見てもらえますか。全然濁ってネバネバとしておりません。パスタする時もそうなんですけども、お汁がネバネバになってきませんので、麺とか団子がプリッとしてすごく美味しくできるんです。ここはもう圧倒的な違いですね。熱の伝わり方によるものです。お団子ができたら、特製のタレに火を入れていってください。これは油断すると吹きこぼれてきたりしますので、蓋は開けたまま加熱していきましょう。このみたらしのタレがもう殺人的に美味しいですから、絶対食べてほしいと思います。すぐにとろっとしてきますので、気をつけて見張っていてください。みたらしのタレは時々かき混ぜていってください。さあ、どんどん固まってくるので、とろみがついたら火を消して、これでみたらしのタレの完成です。あとは
茹で上がった団子を特製のタレにつけたら、みたらし団子の出来上がりです。さらに美味しさにこだわりたいあなたは、ここでお団子をクッキングシートに乗せて両面焼いていってください。この一手間でパリッと感が加わると、豆腐のみたらしが2倍いや3倍4倍と美味しくなってきます。こんな感じになりますのでね、ぜひお家でお楽しみください。すごいちょっとなんか演技言い過ぎじゃない？すごい言いたいだけの演技が何も言えないめっちゃうまい、めっちゃもちもちいいやね。してない無言だったけど30代なんで30代なんでね、そうですね、面白い